いつもね新筐体を探す旅、太鼓ですね。でいろんなとこ行ってるんですけど、今回は旧筐体で変わった場所に太鼓の達人があるということで来ました。写真で見たことあるんですけど、画像で結構びっくり。それがこちら。子供が歌ってた。これすごくないですか。これすごい。なんかゲームが4つか、ワニワニパニックと太鼓と、これなんか乗るもの3つ。うん、これすごいですよね。で自販機あると。こうちょっと後ろが狭いですけどね。100円かな。太鼓の達人12ですね。あ、期間限定100円になっちゃいました。200円だったのか前まで。200円の旧筐体って他の人多分やんないと思う。場所的にも悪いし。おいいわ、すごいな。ここでね、2人でやっても曲数は変わらない。2人でやるともう一曲おまけって出ないから、うん、変わりません。やばいやばいやばい、早速ドンハンです。怖っ。ここがドン反応するな。旧筐体ってめっちゃ悪いんだよ。やっぱ12でやっぱ懐かしい曲。どうしたもんかな。不思議と叩いてるときはなんか多重来なかった。レンダでもやるか。レンダ正直旧筐体はまあフルコンできなくても連打できればいいみたいなところ。2曲だ。1本だけ20入ったのがちょっとやらかしましたね。あの100円2曲なのとメンテがそんな良くない。環境はいいんですけど、でこのメンテちょっとね、通うことはないというか、もう多分今日で最後だと思います。これで100円3曲だったら、まあまた来てもいいかなって感じなんですけど、100円2曲か。点数50点ぐらいですね。半々ぐらい。あとはちょっとマイナスなのがこの放送、ご来店いただきましてありがとうございます。これがめちゃくちゃ言うんですよ、この放送。あとゲームコーナーあんのに両替機がない。これやばいでしょ。飲み物とか買わなきゃ両替できないって。勘弁してくれよ。100円ないけどよかったら小銭ケースに入ってた。あと1回だけやります。おえー、旧筐体ってもう選ばれたらそれでやるしかないんだよ。でもマイナス賞が選ぶ太鼓の達人12と言ったらこれみたいな曲ちょっとね探して選んでいこうかなと思います。リピでやったんですけどメンテ良くなかったんで、あの連打が入んないか、連打が入んなかったんでこれもう一回やります。10曲いったらね、僕これだと思います。
子じゃん。手あったまってね。まあ一品だったら全量はできる。見える？見えた。連打どんぐらい入るかやるか。ということで、ここ来たことある人なんかぜひね、コメント書いてあげてください。で、ここ知ってる来たことあるって方はね、ぜひ僕の記録見ていってください。では、ありがとうございます。